環状線の道路、案内標識名古屋市道名古屋環状線とは、愛知県名古屋市内を環状で結ぶ、主要地方道たる名古屋市の市道である。環状路線ではあるが一部区間が他の道路と重複しており、連続はしていない。東部の南北に走る区間の地下を地下鉄が並走するなど道幅も広く、全体的に交通量は多い。英語での案内は、 内環状線を意味するインナーリングとなっているが、これは外側に環状2号と呼ばれる国道302号や愛知、県道59号名古屋中環状線、愛知県道451号名古屋外環状線があるためである。名古屋市の16区役所のうち中村、昭和、水穂、南の4区役所が名古屋環状線に面して設置されている。中川区と中村区を結ぶ 黄金湖線橋もこの道路上にあり、名治国道の完成インターチェンジから黄金湖線橋まではこの道路はほぼ一直線である。他の主な周辺施設は以下の通り。1974年までは東部の区間に名古屋市電が付設されていた。市電廃止から20年後の1994年に名古屋市営地下鉄桜通線の今池。 桜本町の区間が地下に建設された。ありがとうございます。